クラカーズ、アメリカンクラッカーは、玩ングの一種。カチカチボールとも呼ばれた。アメリカ発祥とされる紐の先に、ボールが2個ついており、ぶつけて音を鳴らす玩ング。名称は、クラッカーと同じく、音が由来となっている。2017年には、日本のメガハウスから進化系おもちゃとされる、バンバンクラッカーが発売された。長さ20センチメートル程度の紐の先に、 直径3から4センチメートルほどの硬質プラスチック製のボールが2個ついている。遊び方は紐の中心にあるリングを親指と人差し指でつまみ上下に動かすことでボール同士がぶつかり合い、ボールがカチカチと音を立てるというものである。指の動かし方にコツがあり、初心者では連続して音を立て続けることが難しい。上級者はボールを上下で合わせて、 綺麗な輪と連続音を作ることができる。日本においては1971年3月上旬、アサヒガングがアメリカで大流行のおもちゃとして発売したのがきっかけでヒット商品となった。しかし、遊戯中にボールが外れ、怪我をした、音がうるさいなどのクレームが相次ぎ、わずか1ヶ月でブームは下火となった。現在でもパルボックスなどから発売されている。 ありがとうございます。